はい、こんにちは、レガリアです。今回はですね、有機モバイルの情報なんですけど、なんとね、こちらに対抗したプランがね出てきたということでご紹介したいと思います。はい、ということでね、早速見ていきたいと思います。今ねこちら出ておりますが、有機モバイルですね、スマホプラン R ならデータ使い切っても最大1メガで速いということでね、いよいよ有機モバイルの低速もですね、1メガ BPS になったということでございます。はい、ということでね、早速こちらをね見ていきたいと思います。まずね、こちらたっぷり使える新料金プラン登場ということで、スマホプラン R ということで、 R っていうとね、なんかねこれ、はい、想像させるのかなっていう感じなんですけどね、なんで R にしたのかなっていうのはありますけどね、まあレギュラーっていう意味だとは思うんですけどね、 SML という3種類のプランがあったんですけど、 M と L がなくなって S とプラン R という2種類になってきました。まあ、こちらもですね、後で料金ですね、違いを見ていきたいと思います。はい、こちらのスマホプラン R なんですけど、ポイント1、10GB でずっと2480円ということで、この2480円はですね、通常2980円なんですけど、2代目以降がですね、500円割引になるというものでございます。なのでね、1台で契約すると2980円という形になります。そしてポイント2ですね、データを使い切ってもサクサクつながるということで、先ほどのですね、送受信最大 1Mbps になったということでございます。はい、そしてこの下にですね、はい、申し込みがあるんですけども、今ですねまだいけないようでございます。こちらですね、ちょっと話によると6月1日からということでね、もうちょっとお待ちいただくような形になるかと思います。そしてデータ増量キャンペーンというのもありますのでね、後で見ていきたいと思います。はい、スマホプラン R はこんなあなたにぴったりということで、ケース1ですね、 SNS をやりすぎちゃって月末の速度制限にイライラということで、まあとにかくですね、データ容量、高速のねデータ容量を使い切ってしまって低速にですね制限されてしまって、まあ月末ねイライラするということですよね。はい、スマホプラン R なら月間データ容量を使い切っても最大 1Mbps で速いということでね、もうね 1Mbps をね最大限にアピールしております。まあ、これはですね、楽天モバイルがねスーパー放題の時から 1Mbps でずっとねやってきましてね、それがねすごく好評だったということでね、有機モバイルさんも上げてきたんだと思いますけどね、今まで低速ね 300kbps という形だったんですけど、プラン R になりまして 1Mbps ということに変更してきました。はい、ということでこちらですね、有機モバイルですね、まあ他社の方はね見てもしょうがないんでね、有機モバイルが速度制限でも最大 1Mbps、 サイト閲覧、こちらねサクサク快適、地図アプリサクサク快適、まあそうですよね、動画再生、まあこちらですね丸ですね、快適ということで、まあ楽天モバイルでですけど 1Mbps はね 480p ぐらいでしたらね問題なく見れるということでございます。まあそういった意味でね快適ということだと思います。そして LINE ですね、 LINE なんかねスピードね関係ないですけどね、サクサク快適となっております。そしてインスタグラムですね、こちらは快適となっております。やはりね動画はスピードね関係ありますのでね、この辺はちょっと落ちてくるようでございます。そして SNS や音楽アプリのデータ消費ゼロということでね、こちら写真共有アプリですね、 Twitter、Facebook、LINE と、こちらミュージック、なんだろうこれ、はい、ただねこちらのね SNS 音楽アプリですね、データ消費がですねゼロになるということでございます。節約モードでも最大 1Mbps だから思う存分楽しめるということで、こちらコメニで書かれております、スマホプランご契約でターボオフ設定時の場合とあります。そしてコメさんですね、スマホプラン R の場合、スマホプラン S の場合は最大 300kbps になります。そしてコメ4ですね、 MP3 のビットレートが 128kbps 程度の場合とあります。1メガあればサクサク快適ということでね。はい、そしてケース2ですね、通信費の節約をしたいけど乗り換えがめんどくさそう、まあこれはね簡単ですよね、私もねいろいろご紹介しておりますけどね、簡単、まあ難しくはないっていうことですかね、簡単っていうとね本当ねすぐできちゃうのかなと思うんですけど、難しくはないです。はい、電話番号もアプリも今のスマホのまま、通信費がお得にということで、有機モバイルの SIM ですね、今契約中のスマホ、まあ、このね SIM を抜いていただいて有機モバイルの SIM を挿してあげると、
こちらですね、ステップ1で電源を切って、ステップ2ピンを刺して SIM を抜きます。そしてステップ3ですね、 SIM を入れるということでございます。はい、まあ、こちらですね、おそらく APN 設定っていうのがねついてくるのかなと思います。自動でね、ひょっとしたらもうね UQ モバイル出てくるかもしれないですけどね、場合によってはAPN 設定が必要になってきます。そして SIM って何と書いてありますけどね、まあね、そのね、スマホに入れるチップですよね。まあこちらね、他でもね、ご紹介してますのでね、見ていただけたらと思います。はい。大手三大キャリアから UQ へ乗り換えた方に聞きました。乗り換え後、いくら安くなりましたか？月々3000円以上安くなったということでね、まあ結構安いですからね。はい。例えば UQ への乗り換えで年間3万6000円以上もお得にということでね、やはりね、まあ、どこもいいソフトバンクのプランですね、結構高いですからね、こういった格安 SIM に乗り換えてあげるということでね、かなり維持費がね安くなりますのでね、ぜひぜひこのね格安 SIM、まあ、このね UQ に限ってではないんですけどね、他もありますんでね、そういったところも検討していただければと思います。そしてこちらですね、今 iPhone お使いの方、Android お使いの方ということでね、パターンも書かれております。まあ、こういう風にすればね、簡単に乗り換えられるよということがね、書いてあると思いますので、こちら概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひね、見ていただけたらと思います。まあ、今回ですね、ここ新しく出てきたのでね、パッとご紹介という形なんですけどね、はい、まあ、詳細は概要欄のリンクからお願いします。ケース3ということで、格安スマホに乗り換えたら、料金は安いけど、通信速度が遅すぎということでね、まあ、よく言われますけどね、UQ モバイルはそんなことがないということで、逆にね、有名でございます。料金はね、安いんですけど、通信速度は速いということでね、かなり有名でございます。あ、ここね、出ておりますね。通信速度4年連続ナンバーワン、全国どこでもサクサクつながるということでね、はい、こちらもね、結構ね、有名な話ですけどね、UQ モバイルさん、格安 SIM なんですけども、はい、46.2Mbps とかね、まあ本当に結構ね、速いスピードが出るっていうことが有名でございます。はい。まあ速度をね、求めるんだったらね、かなりこの UQ モバイルはおすすめでございます。はい。私もね、楽天モバイルの楽天アンリミット、出てくる前はね、UQ モバイルに変えようかと思ってたんですけど、楽天アンリミットですね、通話も無料でね、データ通信も、まあ楽天回線エリアならね、無料になるということなんでね、ちょっとそちらを使っておりますがね、こちらもね、まだまだ気になっております。はい。まあね、いろいろな問題、全部ね、UQ モバイルで解決ということで書かれております。そして料金もね、出てきました。サクサク重視派、もっとお得派ということでね、UQ はプランも選べるということで、データたっぷり使えてもサクサク快適と。いうことで、月額ね、2980円なんですけど、2代目以降ですね、ご契約の方は500円割引になるということで、1代目はですね、必ず2980円になります。そして2代目以降がですね、2480円という金額になってきます。なんとね、月間データ容量は高速がね、10GB ということで、その 10GB を使い切っても最大 1Mbps ということでございます。そしてこちらですね、この 10GB の高速容量をですね、制限というかね、抑えたいなという方はこれ、低速と高速の切り替えもね、ありますんでね、もしですね、これ低速でもね、全然問題ないな、まあ、高速の時だけ高速にしたいなっていうね、切り替えがね、できますのでね、安心してください。そして 3GB でね、足りる方、月ですね、3GB で足りる方はお得な S プランということで、スマホ S プランですね。料金が1980円で、2代目以降が1480円になるんですが、データがね、3GB になります。そして高速容量を使い切った場合もですね、最大 300kbps ということになります。あまりですね、データ容量を使わないという方はね、こちらのスマホプラン S の方がね、お安いのでね、こちらもおすすめかと思います。よくですね、出かけてね、外でデータ通信を行うという方はスマホプラン R にしておいた方がね、月間 10GB 使えて、使い切った場合も 1Mbps で使えるということでございます。まあね、プラス1000円でデータ容量がね、安心かなというところでございます。はい。そしてですね、ポイントなんですけども、データ繰り越し OK ということで、はい。1ヶ月ね、10GB あるんですけど、利用がね、7GB、余った分が 3GB あったとしますと、3GB がですね、翌月に繰り越しができるということでございます。まあ、もともとね、10GB があって、3GB 繰り越しということがね、できますんでね、こういった使い方もできます。
そして UQ モバイルはお客様満足度ナンバーワンということで、この辺ですね、興味のある方は、まあ、概要欄の、ね、リンクから見ていただければと思います。そして UQ が選ばれる6つのポイントをチェックというのもね、あります。そしてね、こちら料金サービスの方も見ていきたいと思います。まあ、先ほどもね出ているんですが、こんな感じでございます。今までですね SML と3種類あったんですけど、 S プランと新しく出てきました R プランというものになります。そしてここ下の方を見ていきますと、ここね新しくできたんですよ。今までなかったんですけど、国内通話かけ放題というのが出てきました。オプション料金が月額1700円になるんですが、1700円ね出してあげると国内通話もかけ放題になるというものでございます。なのでね、ゆっくりね電話したいという方はね、こちらねおすすめでございます。そしてこちらですね、通話オプション加入と AUID のご登録でスマホプランのデータ容量が漏れなく増量ということで、スマホプラン S の場合だと通常 3GB のところ 4GB になります。そしてプラン R の場合ですね、 10GB のところ 12GB になるというものでございます。まあ、こちらですね、通話オプション付けられる方はね、この AUID ですね登録していただければデータ容量が増えるというものなのでね、かなりお得でございます。はい、そしてねこちら書かれておりますが、新規受付終了の料金プランということで、スマホプラン M と L がね終了になるということでございます。まあ、今ですねこの M と L でお使いの方はそのまま使えるとは思うんですが、タイミングを見てですね、このプラン R に切り替えるのもね、いいかと思います。はい。そしてもう一つですね、ちょっとついででご紹介しておきますが、スマホがですね、新しいモデル登場ということでございます。はい。こちらですね、Galaxy A41、41、わかんないですけどね。はい。こちらがね、サムスンから1機種出てきます。そして、OPPO Reno 3A ですね。こちらが出てきます。そしてもう一機種ですね、アクオスセンス3ベーシックというスマホもね出てきますので、まあ、興味のある方はですね、こちらのスマホも見ていただければと思います。まあ、私ね気になるスマホといえばね、やはりねこの OPPO の Reno 3A かなと思います。こちらの機種気になる方は概要欄のリンクからぜひ見ていただければと思います。はい、ということで今回ですね、この UQ モバイルの方から新しいプランが出てきたということでご紹介させていただきました。まあ、完全にですね、はい、これをね意識しているプランだと思いますけど、興味のある方は概要欄のリンクから見ていただければと思います。私もですねこれかなりね気になるんですよね。 SIM がねやはりね何枚かあるんですけどね、この UQ モバイルっていうのは前からね気になっております。どうしようかなって考えるところなんですけどね。はい、ということでね、興味のある方ぜひねチェックしてみてください。ということで今回も動画を見ていただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。もしよかったら他の動画も見てください。それではまた。